すいません、こうもう本当何から話せばいいのやらということなんですけども、もう知ってる人には知ってる、知らない人は知らない、あの私はあの DDT プロレスリングに入った理由、これなんだか知ってます、知ってます、佐世さん、佐世さん知ってます、知らないでしょ、知らないよ、さあそうに決まってるよ、ね、私はあの1996年くらいからあの学生プロレスやってまして、日本大学、プロレス分離学部プロレス研究会 BW 通称分離レスリングアソシエーションという団体いまして、あのね、それってね、いつも中庭で2週間に1回試合やってるんですよ。でもね、あの学祭のシーズンだけはもう我々奮発して、1人1万円ずつお金出してリングを借りるんですね。リングで試合ができるんですよ、年に1回だけ、何回か。そのリングをね、3年生の時に借りたんですけど、その時に来たのはなんと佐々木隆さんだったんですね。リングがやってきて、そのジャッジ金子さんから借りたんですけど、であのそこであのやっぱ佐々木さんと長くなりまして、あの僕らの試合とかも見てくれるんで、見て練習とかもちょっと見てくれるんですよ。でもうそれからもう長くなりまして、あの長くさせていただいて、僕は初めてDDT プロレスリング行ったのはもう20何年前、よく書いてるんですけど、1月18日ですよ、11月18日、あの木村さんの誕生日、木村さんの誕生日、最後サプライズでお祝いになったんですよ、みたいな、あのサプライズで DDT と IWA とかもやって、そういうのあったんです、まあ、そういう流れも あるんですけども、そこの中からもう長いね、長すぎるからもう走るわ、ビアガーデン、あのその後ね、登竜門行ったんですけども、やめちゃって、どうしようもなくなって、大川健が大川健どうしようもなくやめちゃって、簡単に夜逃げはしてない、昼逃げだけど逃げちゃって、でそれでもうやることなくなっちゃったんですよ、22歳3歳くらいで、あの走ってるからなんか適当に調べてね、はい、まあフラフラしてる間に、あのなんとあの DDT の知り合い、 DDT の方からあの連絡がありました、 DDT 入らないかと言われたんで入ったんですよね。でそれでまあまあもういいや、入ってなんとかデビューできました。それも佐々木さんのが練習をつけてくれたおかげですね。そしてあのデビューした後、あのビアガーデンって知ってます、今地域までやってるじゃないよ、船橋ラーボートやってた、毎日やるやつ、40日間連続やったから、雨降んねえから、雨降ったら中止、ラーボートの屋上でやるの、60日連続だよ、全部やったんだよ、それその大会で私もう30何試合やりましたけど、ほぼ解禁した佐々木隆さんです。そして私はその、40日間連続の大会の中で佐々木隆、打倒佐々木隆を、唱えました。唱えた結果、シングルマッチで無残に負けて、なんならその後あの膝の靭帯を伸ばしてしまうのも最悪でした。でそしてあの時が経ち、私はあのなんと DDT を退団するんです。やめちゃうんですね。でやめちゃって、でそしたらあの何ですかね、もうそう説明できない、説明できないけどプロレスやりたかったんだよ、その後もプロレスやりたくて帰ってきた、帰ってきたらね、佐々木さんいないんだよ、いないんだよ、分かります、若い時の先輩、超えたいと思った先輩ね、超える間もなくいなくなってしまったんだよ、そして試合もできてないんだよ、これまでね、俺復帰してから10年くらい経ちますよ、10年以上経つよ、でもね、佐々木隆と差しの真剣勝負やってない、タクマッチもやってない、真剣勝負はやってない、あの真剣じゃないとは言わないけど、それまで当たった方が、だからね、やりたいんです、僕はあのプロレスの、トレーナーみたいなウィキペディアとか見たら書いてないけど、佐々木隆さん、高木三四郎とか、あのウルティマドローンとかウィキペディア書いてあるけど、書いてください、トレーナー佐々木隆ですから、僕は佐々木隆プロレス習ったんですよ、だから佐々木隆に勝って恩返しで絶対超えたいんですよ。ゲンタラさんも確かに習ったけどね、ゲンタラさんとは何回もやってんだよ、佐々木隆を倒したいんだよ、赤忍者を倒したいんだよ、お前あの頃の DDT ね、俺羨ましかったよな、やりたかったんだよね、トップに立てるか立てないかね、そんななんかもうほんと情けない、立てるか立てないかじゃない、もう全然ペーペーだったんだよ、だからペーペーのままやめたんだよ、だからもう悔しくてしょうがないんだよ、佐々木隆とやらせてくれよ、やらしてくれよ、やらしてくれ、瀬山さん、あのお話を伺っていると、はい、赤レンジャーと戦うのではなく、はい、佐々木選手とシングルをやればいいんじゃないですか。いやいや、そうなんだけど、赤レンジャーともやりたいんだよ、そうなんだよ、いいじゃねえか、どっちでも、でタッグのパートナーはそこまでの思いがあるとなると、まだ分からないよ、はい、そこまでそれなりに意味のある、それなりの意味の方にしたいです、私はどういう感じの意味を持たせる、どういう感じの意味を持たすか、それはね、
どうなんだろう現在進行形になるかな、頑張りプロレスとしてのパートナーを用意したいと思っております。はい、それは例えばその同じ時期に一緒に若手をやってた、はいはい、マッスル酒井選手とかバンビ選手ではないよ。頑張りプロ現在進行形だって言ってんだろうが現在進行形だ、今頑張りプロレスで頑張ってるところを見せつけて勝ちたいんだよ。源太郎と、佐々木隆勝ちたいんだよ。だからだよ。分かりました、分かりました。まあ、カメラ向いた方がいいか、こっち向く、はい、同時進行の誰か、はい、今のそうです、レギュラーの所属の誰かと、はい、やっております、やっております、はい、はい、という感じです。何か質問あればお願いします。話は長いです、長いのでうまくまとめてください。はい、ただ僕は佐々木隆、まあ、そして、今日試合しましたけど源太郎さんにもとても熱い思いがあります。はい、